なんぞ。山武市には少年野球チームが4チームと中学生のクラブチームが1つあります。それぞれがホームグラウンドで毎週練習をしています。その他に野球連盟が主催して毎週火曜日の夜にナイター練習を行っています。そこではチームや部活動とは違う環境でメンバーが集まり、技術向上を目指しながら交流を深めています。まだ野球を始めたばかりの小学生は、とにかく野球を楽しんでもらいたいと思っています。その上で投げ方や打ち方、取り方の基本を身につけて次のステップに進めていただければと思います。特に小学生はゴールデンエイジと呼ばれ、運動神経を養うのに適した年代です。中学になると、呼吸や、循環器系が発達する年代なので、心肺機能に対するトレーニングが有効になる時期です。そのためいろんな練習をさせています。野球というスポーツは団体スポーツなので、仲間を思いやる気持ちや協力して戦うとか、チームワークを覚えることができる良いスポーツだと思っています。挨拶や道具を大切にすることなども身につけてもらいたいなと思って指導しています。山武市野球連盟では5年生以下の大会、6年生以下の大会をそれぞれ毎年開催しています。今年は低学年の大会やまだ野球をしたことのない子ども園などの子どもたちを集めて野球体験のイベントを企画する予定です。山武市からは山武市のスポーツ大使になっている鈴木孝正さんをはじめ多くのプロ野球選手が出ています。子どもたちには大きな夢を持って野球に取り組んでもらいたいと思い応援しています。